楽天今井さんに13連敗。終わった3連敗。今日も特に見どころなかったな。辰巳と村林くらいか。今井さん楽天戦13連勝おめでとうございます。楽天ずっとセリーグとやりて、西武ずっと楽天とやりて。致命傷で済んだ。小蛇は制球効かなくなる悪癖が出て、ど真ん中ストレート狙われてドカンはいただけないが、6回3失点と曲がりなりにも試合を作った。今の頻打西武に4失点はやばいぞ。実質2桁失点の大炎上と変わらん。これ0点で終わる試合かよ。先頭長打3回だぞ。模擬の打席がもっと見たいよ。内容もいいのにさ。やっぱり模擬はちょいちょい出したいわ。監督がゴリラでなくて人間だったらもうちょっと使ってもらえると思うんやけどな。マジでセカンドのスタメンで使えよ今井。内容悪くないわ。模擬は代打で毎打席打ち続けることなんて確率的にありえないんだから、どうでもいい場面でも代打で使ってやることが大事なんだよ。模擬はギリわかるし、阿部もここぞで頼りになるけど、今年スタメンマスター使ってちょっと勝ち増やして何の意味があるんだ。使うなら中島だよ。せめて7回の代打堀内のところを模擬にしてほしかったな。代打堀内って何？まあ模擬もチャンスがなかったわけじゃないからな。スタメンで打てなくて代打で良くなって今だから。内容はいい打席続いてるし、これからでしょ。さすがに吉明はもう今井も外すんじゃないの？前も5番吉明に代打出してたけど、未だにスタメンだからな。今の代打だけじゃまだ安心できないぞ。まあ孫成長させないと、辰巳が FA で抜けた後に外野がきつくなるのはわからんでもないが、それでも5番はない。つうか太田もひとじきに比べたらだいぶしっかりしてきたけど、出ずっぱりにするほどのもんでもないから、他のやつとも組ませてみてほしいんだよな。黒川のセンターライナー、リプレイで見たら落ちててヒットなんだけど、なんでリクエストしなかったの？安田中島は見たいけど見れてないから夢見れてるだけなんやろな。山形勝てへんな。